どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと緊急的にね動画を撮っておりまして、話していこうかなと思うんですけども、今やってるねヒルトン宿泊実績2倍キャンペーンとステータスマッチありますよね。で先日ですね、特別対応と一緒にね、このステータスマッチじゃなくて宿泊実績2倍キャンペーンの話をさせていただいて、ステータスマッチねしていただいて、6泊利用していただくと、宿泊実績2倍キャンペーンが適用されて12泊ですので、ステータスマッチをしていただいて6泊するとねヒルトンダイヤモンドステータスになれるっていうね動画が今ね出てると思うんですけども、こちらのねカスタマーサポートの話でですね、今回ねちょっと話をしていきたいなと思うんですけども、私がですね2020年にね修行した時はですね、これできたんですよね。ステータスマッチをして、当時はね18泊でダイヤモンドだったんで、宿泊実績2倍キャンペーンで9泊利用していただければ、18泊のカウントになって、ダイヤモンドになるという感じで、私はね9泊しかしてませんけども、宿泊実績は18泊ついて、そのままね翌日ダイヤモンドにねステータス切り替わったということで、無事ね利用することができたんですけども、今回ね、宿泊実績2倍キャンペーンが発表されて、でその翌日ですかね、その当日か、夜中、日本時間の夜中にね発表があったんで、当日ですねカスタマーサポートに、連絡した方、確認された方がね数名いらっしゃったみたいなんですけども、できないって言われている方と、できますって言われている方ね、2パターンで回答を得てるということで、このねヒルトンデスクっていうのは、こういったことがね結構頻繁にあるんですよね。ちょっと前にねヒルトンアメックスの BMyバウチャーっていうね、新規に発行していただくとBMyバウチャーっていうバウチャーがねもらえて、それの対象ホテルが、最初ね私はもうヒルトンしか使えないと思ってたんですけども、どこでも使えるとか使えないとか、それで情報を錯綜して、最終的にはヒルトン系列でしか使えませんみたいなね、そういった感じで最終的にはねその回答になったわけなんですけども、この時もですねできるできないみたいなね、どこでも使える使えないみたいなね、そんな話があったんですよね。で今回も同じようなね感じで、できるって言われてる人とできないって言われてるね回答をいただいている方がいらっしゃいまして、私もね一応ね、一応発信している立場として、確認ねさしていただきました。で今回ですねステータスマッチ後で、6泊すると12泊カウントでダイヤモンドっていう感じで、利用できるのかと、またこの回答についてもですね、できると言われている人とできないって言われている人、この2パターンがいらっしゃるという話もね、させていただきましたところ、ちょっとね詳しく調べてみますと、カスタマーセンターの方がね、おっしゃっていまして、4、5分ですね、調べていただいて、その間ずっと待ってたわけなんですけども、その後ね、回答としては、おそらくできる。ですけども、保証はできないという回答でした。ですので、2年前ね、私がやった時も、誰か問い合わせしたとかね、多分いらっしゃらないと思うんですけども、私もね、問い合わせ等々もね、しませんでしたので、特にね、前回とかも問い合わせした人いないと思うんですけども、おそらくねこれできると思います。ですけども、カスタマーサポートセンターの言ってる通りですね、保証はできないっていう感じになりますんで、私はね、2年前にね実際にできましたんで、ほぼほぼできるんじゃないかなと思ってるんですけども、カスタマーセンターもね規約に書いてないんで多分できるんじゃないかなっていうふうに思ってるけど、保証はできない、実際にねできるかどうかは保証はできないっていう観点で、そう言ってるんじゃないかななんていうふうに思いますので、今回ねヒルトンステータスマッチしていただいて、ロハクでねダイヤモンドおそらくなれると思うんですけども、一応ね自己責任でっていう形になりますかね。一応デスクの方はね保証はできませんっていう話でしたので、私個人的にはできると思うんですけども、一応ねこういった回答になりましたので、ここ2日間のね2本の動画でヒルトンステータスマッチでね6泊ダイヤの話をねさせていただいておりますけども、もしねこれからインターコンチネンタルアンバサダーとかねヒルトンアメックス発行する、もしくはどちらか持っている方やねこれからやろうと思っている方はですね、一応ね自己責任で今やっていただければなと思います。私個人的にはね何度も言っておりますけどもできると思います。ですけども一応ねデスクの回答はねこういった形になりましたので、
あれなんでしょうね、なかなか保証するっていうのはね難しいので、多分そういった回答になってるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあ私としてはね、まあ12泊でもね、まあダイヤモンドステータスで利用できるのであればね、まあいいんじゃないかななんていうふうに思いますし、何よりね、あの旅行支援がねやっておりますので、まあこれを併用するとですね、まあかなりお得にね利用できるのは間違いないかななんていうふうに思いますので、まあ気になる方はですね、ぜひねトライしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。